鶴岡市で住宅2軒が燃える火事がありました。消防によりますと、午前9時半ごろ、鶴岡市新明町で住宅が燃えていると、近くに住む住民から119番通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、大滝美恵子さんが住む一部2階建ての住宅と、その隣の総2階建て住宅が燃えました。出火当時、大滝さんと隣の家の住民はいずれも仕事のため家を出ていて、また隣の住民の家には知人がいましたが、避難して無事でした。通報した住民が出火当時バーナーを使って草を燃やしていたということで、警察ではこの火が住宅に燃え移った可能性があるとみて出火原因を調べています。